イノズです。今回はこれですね、トミカのトイザラスオリジナルトミカタウンビルドシートイザラスのお店です。最近ビルドシティの新しいセットって追加されてないですよね。これも 2,3 年前に入手したものなんですよね。でこんな風にいろんなアイテムがあるので、他のセットと組み替えて自分なりの街を作ることができるというのが売りのシリーズでしたよね。でこのセットパッケージを見ると裏面に香港って入ってるんですよね、実はこんな風に日本語入ってるんですけど、日本では購入できなくて、アジア限定のセットになってるんですね。でもパッケージ上こうやって比べると分かりますけど、全く一緒になってますんで、普通に日本でも売ってよかったんじゃないかなと思うんですけどね。まあその辺はなんか理由があるんでしょう。では開けていきましょう。今回全く同じセットを2つ組み立てようと思ってるんですけど、これ袋の入り方は日本のセットと特に変わりはないような感じですね。で中身なんですが、まず店舗のボックス、クリアパーツが付いてます。でプレートと、支柱ですよね。でスロープパーツが3種類かな。で看板と、シールシートが1枚付いてます。シールシートですけど、まあ、数はそんなにないですよね。で、まあ、このあたりやっぱりトイザラスのお店ということで、トイザラスのロゴがドーンとついてて看板用だと思いますけど、真ん中は多分店舗用なんですよね。店舗の中はトミカコーナーがドーンというか、もうトミカしか売ってないような感じになってますんで、もうトミカショップと一緒じゃないかなと思うんですけど、まあ、これはこれでいいのかもしれません。それでは組み立てていきましょう。はい、まずは店舗のボックスを開きます。こんな感じですね。で一番奥のスペースにトミカコーナーのシールを貼っていきます。で正面のクリアパーツですけど、これは窓をイメージしてるっぽいですね。で大きな看板に大きなトイザラスのロゴで、縦看板には R の文字のロゴが入ってます。パッケージから紙小物を取り外します。1つ、2つ、3つ、そして4つです。で店舗のボックスの床に穴が4つあるんですよね。この穴に紙小物を好きなように差し込んでいきます。そしたらこれを改めてボックス化していきます。これで OK ですね。で出来上がったボックスの上に看板を取り付けて、その下に支柱を3つ取り付けます。でプレートにスロープパーツを取り付けて、支柱をつけた店舗をセットします。そして正面に縦看板を取り付けておきます。次にもう1セットです。プレートの下に支柱を取り付けます。でそのプレートにスロープを取り付けます。シールなどを貼った組み立て済みの店舗に看板を取り付けて、それをプレートにセットします。あとは縦看板を店舗前に取り付ければ、はい完成です。左側がパッケージにも載っているスタンダードのタイプですね。でこんな感じに作り変えることもできるようになってます。全体のパーツ数としてはすごく少ないんですけど、これ以外にも作り変えることできますんで、やっぱりかなり遊びやすい仕様じゃないかなと思いますね。で左側なんですけど、余ったパーツはまずシューターです。それからこの長いスロープですね。で右側のパターンだと同じくシューターが余って、あとこの細かいスロープが余りました。はい、では見ていきましょう。まずは店舗ですね。上には大きなトイザラスの看板あるんですけど、店舗の中身としてはやっぱり全てトミカ関連になってますんで、これトミカショップと言ってもおかしくないんじゃないかなと思いますね。ちなみにこのトイザラスの看板の代わりに、同じトミカタウンのこのイオンモールの看板を取り付ければ、イオンモールの中に入ってるトミカショップみたいな感じで遊ぶことができるんじゃないかなと思います。これもいいですね。でこの店舗のボックスなんですけど、こちら側をこうやって開けることができます。これスロープですよね。なのでここから店舗の中にトミカを入れられるようになってて、もちろんこのまま閉じることが可能です。でそのスロープの反対側、ここに白い出っ張りがあります。これを下に押すと、はい、こんな感じで中のトミカを発進させることができます。これ実はシューターのトリガーなんですよね。
はい、中を確認しましょう。さっきここからトミカをこうやって入れましたよね。で、トミカを一番奥に止めてあげれば、さっきのこのシューターのトリガーにぴったりくっつくようになります。この状態でさっきのこのトリガーを下に押し込むことで、こうやってトミカを発進させることができる仕様になってます。これよくできてますよね。で、この状態だったらやっぱりかなりスペースがありますんで、まあこの辺、まあテンポではあるんですけど、トミカを止めて遊んでもいいんじゃないかなと思います。紙小物が邪魔であれば取り外して、こうやってね、遊んでもいいと思いますんで、本当に自分なりの遊び方できるなと思います。まあただやっぱりテンポの雰囲気は活かしたいなということであれば、前のこのクリアパーツはそのままで後ろの壁だけ起こしてあげれば、まあそれなりに開放感を維持しながら、雰囲気も味わえるんじゃないかなと思うんですよね。まあこういうのもありかなと思いました。それからテンポを支柱の上に乗せると、さっきやったみたいにサイドのこのスロープを使ってトミカを入れるということができないですよね。これあまりにも短すぎて、下についてないです。でもこのスロープなんですけど、こうやって簡単に取り外すことができます。で、この代わりにさっきのこの長い余ったスロープを取り付けられるようになってるんですよね。これいいですよね。これであれば下からトミカをこうやって中に入れることができますね。これはなかなかいいんじゃないかなと思います。あとは同じようにシューターを使うこともできますんで、かなり遊びやすいですね。それからテンポの下のこのプレートのスペースなんですけど、トミカの駐車場として使うことができますよね。さっき、取り付けたこのスロープの下のスペースにトミカ止めてもいいんじゃないかなと思います。さらにさっきやったみたいにこの正面のクリアパーツを下に下ろしてあげれば、駐車場の庇みたいな感じに見ることもできますよね。これもなかなかいいんじゃないかなと個人的には思いました。あとこの付属のシューターですけど、下に出っ張りが2つあります。これをまあこういうプレートのところに取り付けて、さっきと一緒ですね。こんな感じでトミカを止めてあげます。でこの後ろの出っ張りを押してあげれば、こんな風に発進させることができるようになってます。上のこのボックスのシューターとは違って、これ好きな場所に変えることができますよね。これはなかなか遊びやすいですよね。もちろん2階に設置して勢いをつけて発進させてもいいですね。ちなみにこっち型の店舗であれば、他のセットのこの長いスロープを使って、ここに置いてこっちから登ってこっちから降りるとか、正面に持ってきて、同じようにこんな風にして降りるとか、あとは正面にスロープを並べるとか、これはいろいろ遊べますよね。そして2つの店舗を縦に合体させれば、2階建ての大型店舗に作り変えることができますよね。これもなかなかかっこいいですよね。で、上のトイザラスの看板をさっきやったみたいにイオンモールの看板に変えれば、イオンの中のトイザラスというような感じで遊ぶこともできるんじゃないかなと思います。駐車スペースもありますし、スロープ遊びもできるということで、これはかなり楽しめるんじゃないかなと思いますね。もちろん他のセットと組み合わせてさらに大きな店舗にしてもいいですね。はい、いかがでしたでしょうか。トイザラスの店舗のトミカタウンビルドシティということで、やっぱりかなり遊べるセットになってますよね。ただアジア限定、日本では販売してないということで、本当に残念だなと思います。以上、トミカのアジア限定トイザラスオリジナルトミカタウンビルドシティ、トイザラスのお店を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。